文禄2年12月、元同僚の朝比奈康友を解放。今川滅亡から24年。朝比奈は、父上のことをすっかり忘れてしまったようでございます。岡部衆が、一時不在となった戦況は、親方様直属部隊が奮戦しておりました。翌文禄3年1月、織田信澄殿の嫡男が元服なさいました。信長と光秀の血を引いて、どうしてこうなった？ご命令ください。これが先月の収支ですね。報告しますね。徳姫の声は癒されるのう。父上。あわわわわ。者ども、戦の時間じゃ。翌2月、我らは、ようやく戦線に到着。須賀川城攻略に取り掛かろうとしたとき、父上の調略が実り、佐竹義綱殿の引き抜きに成功。親方様、ひょっとして警戒なさってる？翌3月、須賀川城の抵抗を排除。出陣するぞ！どうした？かかってきな！我らは、元宮城攻略にも取り掛かったのでございます。4月、父上は引き抜いた佐竹殿を親方様に推挙なされました。一方、伊達攻略は順調に進み、須賀川城、本宮城が相次いで落城。捕らえたり！我らはさらに盾領を切り裂くべく進軍を続けたのでございます。はっ、お任せください。さらに父上は追加の援軍を動員開始。刈谷城からライルエンドの戦場へ参る。浜松城から井伊直政殿、いざ戦場へ。高天神城から父上、出陣する。掛川城から桜殿、我が戦ご覧に入れよう。合計4万3000をさらに追加動員したのでございます。承知いたしました。城門を破壊しました。5月、加藤殿に小手森城を奪取。道を開けよ。かしこまりました。6月、二本松城周辺に両軍が集結。我らは大海戦を挑んだのでございます。進みましょう。敵総大将は北野淵か。最上が送り込んできた伊達救援軍でございます。戦力差は1万2000の優勢でございました。かしこまりました。お任せください。両軍が入り乱れる乱戦の中、お互いの総大将を包囲するという状況になったのでございます。この攻め、生きれまい。お任せください。ここが引き際のような。なんとか総大将を撃滅し、勝利を収めたのでございます。捕獲馬。
月加藤殿が杉の目城を出すし、お任せください。敵中に孤立することとなった二本松城もすぐに陥落。捕獲した。我が戦お見せしましょう。騎乗するぞ。騎乗する、騎乗する。そして二本松城を攻略した部隊は今後のために一旦国元に帰ることになったのでございます。7月、加藤殿が伊達の本願地である米沢城に攻撃開始。ついてこい。これで決める。大軍を擁する結城晴ともに巫女神殿が切り込み、我らの意地見せるは今ぞ。承知いたしました。これほどとは。結城隊は大混乱。米沢城は加藤殿の攻撃で陥落。敵将捕獲したぞ。伊達家の劣勢は誰の目にも明らかとなったのでございます。お助けいたします。榊原隊と徳姫隊が渡り城を奪取。どうかおとなしくしてください。もはや伊達家は組織的抵抗は不可能となったのでございます。お任せください。かしこまりました。これが我が魂、我が覚悟。さすがはお前様。ここが貴様らの地獄よ。10月、父上はモガミンとの直接対決に臨んだのでございます。行くぞ。兵力差は4000ほどの優勢でございましたが、部隊数は3部隊ほどの劣勢でございました。これで決める。私を侮りしこと食えるがよい。ください。引くぞ。続け。戦の仕方を教えてやる。逃げるなら今のうちよ。切れるか。引きましょう。我らとの歩調を合わせず猪突した汚染隊が全滅。しかしこの時点で兵力差は拡大し、我らは優勢を築き上げたのでございます。かしこまりました。では手並みを見せてもらおう。さあさあお前様、私が敵を引き込みますよ。あとは分かるな。戦場に立つには力不足だな。これで決める。分かってますぞ。一発確認になれば出会いかけますぞ。ええ、これで決めるぞ。さらに巫女神殿が敵陣に切り込み開始。たちまち関羽もどきが大混乱。さらに背後から虎殿が敵陣に突入。決める。
かしこまりました。やれとしろ。なんという強さだ。ついに盾を叩いも混乱に陥り、かかれ。この状況にこらえきれず、モナミンが戦場に現れたのでございます。貴様らに勝ち目はないぞ。せやでか。これで決まりです。ひぇ。わはははは、モナミン、お前の味方はここには誰もおらぬぞ。ねえ、今どんな気持ち？ねえ、どんな気持ち？こうして我らは、モナミ勢のすべてを殲滅したのでございます。姫にしゃ来た。我に撃てぬ敵なし。敵将、捕らえたり。私を侮りしこと、クイルがよい。加勢いたします。さらに小泉城を攻略。敵将、捕縛した。攻略。我らはさらに山形町に向かったのでございます。任せください。出陣する。我らに撃てぬ敵はありません。かかれ。逃げたければ逃げなさい。我に撃てぬ敵なし。我が道を開けよ。さすがは父上。加勢いたします。加勢いたす。我に撃てぬ敵なし。敵将、捕らえたり。お任せください。お任せください。出陣します。我が軍略お見せしよう。我らの力攻めの前に山形城が陥落。承知いたしました。我らは天道城に軍を進めたのでございます。すみませぬ父上。すぐ片付けます。さすがは父上。我に撃てぬ敵なし。ここが引き際のようだ。12月、父上は天道城を攻略。ここで一旦兵を休ませるため国元に戻ることになったのでございます。同月、ランレーン殿が大崎家を攻略。敵将、捕縛した。文禄4年1月、父上は長年の功が認められ宿老に任じられたのでございます。同月、木曽義政様がご逝去。義時様が後を継がれました。2月、西予城から郡清長殿。出陣しよう。森城から酒井忠次殿。出陣する。長篠町から本田小松殿。出
出陣する。吉備城から織田信澄殿、我が戦お見せしましょう。二俣城から成瀬正成殿、出陣するぞ。合計3万の軍勢をご詰めとして送ったのでございます。加勢いたす。ここが貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。ここまで来ると親方様直属部隊も慎重に勝ち進むようになり、我らは功を争うように東北の駐輪を始めたのでございます。敵将捕らえたり。浜松城から我が夫井伊直政殿、いざ戦場へ。掛川城から桜殿、出陣する。高天神城から父上、出陣する。合計2万5000の軍勢をさらなるご詰めとして出陣なさいました。最上はおろか蝦夷地までも攻略する考えであったようでございます。加勢いたします。文禄4年10月、まず加藤隊が伊達政宗を角の岳城で包囲し、命にするな、生きるのだ。さすがは父上。加勢いたします。父上と私が黒瀬城を攻略、これで政宗の拠点はたった一つとなったのでございます。敵将捕獲したぞ。11月、伊達家の最後の拠点角野岳城が落城。我らを苦しめ続けた伊達家はここに滅亡したのでございます。命にするな、生きるのだ。敵将捕らえたり。女に負けて悔しくないのか。我らも加勢する。12月、父上は通りすがりに南部家を攻略、敵城門突破しました。敵将捕獲した。しかしこの寒い東北の地で父上は体調を崩してしまったのでございます。ご命令ください。父上、あとは私とさつきにお任せを。必ずや吉報を高天神城にお届けいたします。騎乗する。慶長元年4月、我らは最上を陸奥福島城に追い詰め、ついに滅亡に追いやったのでございます。
敵将を捕らえたり。さらに我らは親方様の心中を忖度して蝦夷地へ軍を進めたのでございます。我が策、戦場を制す。翌5月、病に伏せている父上のもとに新たな主命が下りました。柿崎家攻略、予想通りでございます。表情を始めましょう。城門を破壊しました。敵将、捕らえました。8月、刺したる定点で我らは柿崎家を滅ぼし帰城します。帰路に着いたのでございます。待機せよ。戻るとし。慶長2年3月、忠勝殿の次男坊が元服なさいました。父上は後継者に嫡男の森宗を指名し、長い旅路を終えたのでございます。
お命令ください。先月の終始です。報告いたします。